歩ずつ力強く命が湧き上がる桜島を胸にどんな向かい風が吹いても何一つ揺るがない薩摩の誇り胸に刻み新しい風を巻き起こせ受け継いだ絆一つにして我ら加護鹿児島を一つに。
大阪体育大学から加入しました背番号1番ゴールキーパー水森亮太です。僕の得意なプレーとしては、鹿児島ユナイテッド FC の、J3 優勝、応援よろしくお願いします。何年ぶりに帰ってきました鹿児島？4年ぶりですか。4年ぶり、はい。そうか、上瀬高校出て。そうですね、大学行って。出身は？出身は大阪ですね。ですよね、はい。鹿児島に帰ってきたっていう印象は何かありますか？高校の時も感じてたんですけど、やっぱり人がとても優しいです。あ、優しくて、ね、接しやすいという。なるほど、はい。鹿児島の人たち、サポーターの皆さん、なんて呼べばいいですか？僕は亮太って呼んでくれたら、はい。いいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。関西学院大学から加入しました、渡辺英輔です。背番号は15番です。ポジションはボランチやってます。得意なプレーは、鹿児島のサポーターの皆さん、共に J3 優勝を目指して戦いましょう。ありがとうございます。いや、行きました。すみません。喋り慣れてるじゃないですか。いや、もうほんま下手なんですよ。半額やからちょっとできるようにはなりましたけど。鹿児島のサポーターの皆さん、なんて呼べばいいですか？エースケでお願いします。エースケ、はい、エースケさんで。はい、エースケって呼べばいいですか？はい、お願いします。わかりました。じゃあボランチで、はい、いっぱいボール取って、はい、チームのチャンスに出してください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。おふざけキャラで。おふざけキャラで。ああ、じゃあムードメーカー的な。どっちかというとそっち系です。鹿児島での目標とかも決まってます？鹿児島での目標。試合のですね。試合のユナイテッドに入っての目標。はい、いや、試合にも出て最初からで点に絡めるような選手になりたいです。なるほど。はい。ポジションとしては一番得意なのは左ウィングです。左ハーフとか、はい、ウィングとか。あ、そうです。じゃあ鹿児島のサポーターの人はなんて呼べばいいですか？ビクトで。そこは普通なんですよ。ああ、そういう系ですね。いや、もう自由なんで。あ、もう鹿児島の三笘で。あ、鹿児島の三笘選手、三笘って呼ばれたぐらいですね。なるほど、ありがとうございます。なんか PR しておきたいことあります？気軽に声かけてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。横浜大学から加入しました背番号20番フィルダーの遠藤正義です。鹿児島の印象は、得意なプレーは自分結構サイズが小さいので、まあ、新卒1年目ですけど、まあ、開幕戦からスタメンで出れるように初っ端から飛ばしていくので応援よろしくお願いします。遠藤選手、はい、俺のここを見てくれ。何かあります？特に細かく言えば。そうですね、やっぱりドリブルが持ち味なんで。なるほど、はい。ファンサポーターの皆さんに俺のことをこう呼んでくれって何かあります？そうですね、やっぱマサ、マサヨシっていう名前なんですけど、はい、マサ、長いんで、マサ長いんでマサって言ってくれたら4文字ですけど、まあ、マサと呼んでもらえれば。マサで。なるほど。北海道出身？出身北海道です。鹿児島今日も寒い方だと思うんですけど。まあ、まだまだありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございました。